第二スタジオから IPO のコーナーです本日グロース市場に新規上場しました証券コードが 228A オプロ代表取締役社長里見和則さんにおいでいただきましたよろしくお願いしますおめでとうございますありがとうございます 株価を見ましたらもう初値がつきましたね、えー、公開価格1300円に対して初値が1673円、まあ、公開価格比28%ほど高い水準で,で1800円台での高値もありましたから順調なスタートということなんですがありがとうございますどんなお気持ちですか、えー、やはり身が引き締まる思いでございます<ー>、はい、これからもしっかり頑張ってやっていきたいと思っております 人気のスタートを切りましたオプロ一体どんな会社なのか、まあ、自己紹介からお願いしたいと思いますね、はい、こちらには会社概要がが出ていますが、はい、あの改めまして株式会社オプロ代表取締役社長とみでございます当社のミッションはですねメーカー IT シンプルと挙げておりまして複雑な IT をシンプルにしていくとそういったソリューションを提供するのをミッションとしております で我々はソフトウェアのサービスを提供しますのでそれに対するポリシーを持っております、うん、レス・イズ・モアと言います<お>無駄を省く,くことでさらにより良くするという意味なんですけども、うん、いわゆるこのポリシーを持ちましてサービスの開発とか提供を行っておりますで私どもはあの設立が1997年となっておりますが、うん、実際の創業はもう少し前なんですね、うん、もうすでに30年以上が経っておりますお ただで,あですのであの、俗に言う失われた30年をしっかり経験してまして、うん、創業間もない頃はですは、ね、バブル経済が崩壊しましてそれでリーマンショックも経験しましてそ,え、はい、それで、えー、今に至っているんですけども、うん、ちょうど天気が2007年ちょうどこの我々やっているビジネスのクラウドサービスに参入しました。お それから完全にクラウドにシフトするのが約5年かかりましたで2012年に初めて新卒の採用を始めたんですね、うんうん、現在我々社員数は102名おりますけども、うん、その半分の51名がその新卒です、うん、この12年間の新卒の定着率が83.9%、はい、直近3年で言えば93%定着率ですですの我々は30年経験してますけどもこの若いメンバーで今のビジネスを支えております非常に若い会社 いで、すすすそううででありがとうございま事、えー、業内容の方をご紹介いただきましょう。わ、はいえー、と、我々はまず大きく2つのソリューションをやっております、1つはデータオプティマイズソリューション、これはデータを最適にインプットする、アウトプットするとソリューションで、特に帳票ライプな入力、そしてアウトプットということですね、それからセールスマネジメントソリューション、これは販売管理ですが、いわゆるサブスクのビジネスに強い販売管理となります次お願いします。 まずデータオプジマソリューションをご紹介しますがまず、帳票ってよく聞き慣れないと思います。そうですねどういうものか言いましたらいわゆる仕事で使う処理すべてのことです。ですから見積書、契約書、管理表とかこうした特有のフォーマットがあると思うんですけれどもこれがすべてを帳票と言います。で、この帳票はよくできてまして上から順番に入れていきましたら必要なデータが入るんですね。で、またアウトプットされた情報を見ましたら非常に分かりやすいので意思決定が早くなるんです。ただ 仕事の内容とか法律とかやり方が変わりましたら全部レイアウトも変わってきますので、うん、常にいろんな変化が起こるようなところでもありますではまずそれを解決するためにアウトプットツールで調表 DX、うん、ですのでいわゆる変更するあるいは新規に作るために専用のデザイナーソフトがあります、うん、これは XA デザイナーというんですがこれもクラウドで提供しています、うんで 難しいように見えますが実際にはアドビのフォトショップとかイロストレーターと同じような使い方ができますので、うん、そういったものをご存知でしたらあの技術的障壁は低いです。<ー>で調表の場合はここにこのデータを当てはめるというのをやるんですが、うん、あのそこは若干高いんですね技術レベルは高いんですが、うんうん、そこは AI でカバーしてます。調表 AI マッピングということでここにこういうデータを貼り付けますということを自動的に設定してくれるのがこの帳表 AI マッピングです。うん また単に帳票を出すだけじゃなくて、高速業務、例えば電子署名をつけるとか、電子帳の対応の保存するとか、こういったことが自動にできるというのも、このアウトプット、帳票 DX の強みとなっています。うん、次お願いします。今度はインプットツールです。えー、カミレスと申します。えー、これ、特に金融機関とか行政機関向けに開発されたものです。僕のように申請書っていっぱいありますね、あのうん、行政。 市役所れましても銀行行ってもですねこれを電子化する時にいちいち作っていったら大変なんですねそ<う>ですのでこれをスキャンして画面に出してマウスでこことこことこことを入力フォームにしてねって言ったら自動的に作ってくれるのはこのソリューションです。うん でさらに PDF でもひな型をお持ちでしたらあのこれも読み込みますと自動的に AI があこれをフォームにするんですねと判断して黙って作ってくれるという機能も実装しています<う>で。このソリューションは Salesforce という製品のプラットフォーム上で作られていましてであのそこには基本機能としていわゆる承認とか審査のワークフロー機能がついていますので、うん、これ審査か申請までですね一気通過でできるってことになっております。 次お願いします。続きましてまたインプットツールで帳票 DXME と言います。これはまる紙の帳票で点検表とかあると思うんですけども、これを電子化するものです。ターゲットがスマートフォンとかタブレットです。 でですので今まで紙で運用したものをその同じような画面をタブレットに出しまして業務を進めるのでやり方を変える必要はないわけですね。うん、でこういったツールは基本的にネットワークをつながっている状態で使ってもらうんですがこれはネットワークがつながっていない状態オフラインの状態でも特許が入力できるということでその特許を取っております次お願いします。 次はセールスマネジメントソリューションです。s ワスクモノスクと言います。これは販売管理のソリューションなんですが特にサブスクに強い販売管理になります。うん、スワスクは c は無形の商材ですの、ね、で我々みたいなソフトウェアを提供しているような会社はこのソワスクですね無形の商材です。でモノスクは有形の商材であのいわゆるカメラとかセンサーとか機械とかこういったものをサブスクで提供するこういう時に使ってもらうのはモノスクです。 基本的なスワスクをベースにいわゆるその機械の管理、物の,の管理を付け加えたのがモノスクとなっております。以上が我々のソリューションの概要でございます。わかりました。 え各サービスの内容のご紹介を、はい、一当たりお願いいたしました。はい、次に、えー、業績のお話に移っていきたいと思います。はいえー、こ,こちらには過去六期間途中で決算期の変更はありますけれども、はい、過去六期間の実績と今二十四年十一月期の左側が売上高の予想ですね。はい、右側が営業利益そして営業利益率の予想数字になっています。はいはい、順調に拡大しています。ありがとうございます。 あの概要を話しましたらまず FY23 までだいたい CAGR 平均の成長率がだいたい25%で伸びてきていると思います。で今年度 FY24 は計画としましては約31%でえを進捗するというふうに考えております。 で利益の方営業利益の方ですけれどもこちらの方は、えー、FY23 残念ながら FY24 若干落ちてますけれども、うん、これは人が増えまして事務所上昇しました、うん、でと,ともそれ経費がかかりますので、うんえー、若干落ちたんですが、まあ、仮にそれを除けば、えー、順調に伸びてると思います、うん、それですのでことも、えー、約8.6%の営業利益が出せるかなというふうに考えておりますで次お願いします。 で我々はやっぱりサブわいわゆるサブスクリプションビジネスなので ARR という KPI が非常に大事です。 いわゆる、ね、あの年間経常収益ということなんですが、えー、こちらの方は平均34.7%伸びておりましてこの FY22 か23につきましてはかなりジャンプアップしました44.1%アップしております、はい、あの今年度もだいたいこの35%前後で伸びていくと思いますまたわれわれの強みは解約率ですねあのいわゆる非常に低いですあの月次平均で0.5%になっておりますのでこれはまあまあいい数字じゃないかなというふうに考えております 解約率は非常に低いということですね。わ、はいはい、かりました。まあその強そあのその状況ですね、えー、踏まえまして、えー、御社のビジネスモデルの強みですね、はい、これを改めて整理していただきましょうか。ありがとうございます。あのまずですね我々は こうお客様とパートナーとの協業体制がしっかりできております。我々はあのパートナーからの消化案件というのは、だいたい全体の9割なんですね。<ー>で、そのパートナーとの協業体制すごくよく出てまして、特にあのセールフォースという会社との付き合いは深いです。何、うん、であれ？我々のソリューションはセールフォースに乗っかるケースが多いんで。うん あのそれでセールフォースとのパートナーシップはまあ絶対ですし、かつうまくできてます、ただ、セールフォース社って強いのは、大手コンサルパートナーとの関係が強いんですね、例えばアクセンチュアとか、デロイドさんとか、IBM さんとか、そういったところのわれわれはつながるんです、ですのですの去年、ジャンプアップしましたけれども、そこはそういう会社がわれわれの製品を扱ってくれたというのは非常に大きいと思います。 でもう1つは、顧、え、客、ー、ニーズ把握力と製品アップデート力、これ、何を言ってるか言いましたら、我々はやっぱりお客様、長くを使ってもらうために、うん、しっかりお客様、つながっていってます、うん、で我々自身が SWASP ススを使ってるんですけども、スワスコを使いましたら、うん、お客様がどう使ってるか、どのように導入して、どう使ってるかと常に追っかけられるんですね、うんうん、でそうしましたら、非常に改造力の高いあのお客様の要望が取れますので、それを,、うん、それをしっかり把握して、製品をアップデートしていくと。 これが非常に強いいと思います、うん、それともう一つは17価格戦略で我々17年間このクラウドのビジネスをやってますからいろんな課金のモデルのパラメーター持ってるんですね<ー> ID 課金であったり有料課金とかですねさまざまなのを持ってましてこのパラメーターを組み合わせてエンタープライズ向けのプライスとかあるいはスモールマーケット向けのプライスが作れるというのが我々の強みになります。 わかりました、はい、それをもって今後の成長戦略、どんなふうに先ほど申し上げましたやっぱエンタープライズのところにしっかり入,り入っていこうと思ってます。あのエンタープライズ、先ほども言ったように、われわれ、特に昨年、高い成長できましたのは大手コンサルパートナーとしっかり握れたところがあるんですね。ですので、そこに対してしっかりと,しっかりと関係を結んでやっていくと。 でそのためにはエンタープライズ向けの営業エンタープライズ向けの開発エンタープライズ向けのサポートこういったことをしっかり人材を採用して提供しなきゃいけないのでしっかり人の採用をやっていこうと思っております。 でもう一つは収益基盤を多様化するということなんですがエンタープライズということになりましたらやっぱり SAP というソリューションはやっぱり外すわけにいかないんですね。うん、ですので我々は今回「帳票 DX4SAP」というものをリリースしだしました。 現在 SAP ストアというマーケットがあるんですがそこで公開されていますまたあのスマート HR とかマンデーとかいろんなソリューションと我々のソルを繋げていっていますのでこういうことで収益基盤を多様化していくってことを進めていきたいと考えております わかりました。はい。えー、ありがとうございます。最後に、はい、えー、番組見ていただいてます投資家株主の皆さんに、はい、メッセージを送っていただきますか。はい。わかりました。カメラからお願いします。はい、まえー、この度あの IPO できましたオプルの佐藤でございます。非常に大変高いご評価いただけました。ありがとうございます。 株価につきましてはマーケットをお決めいただくものなので、私があまりコメントは言えないんですが、引き続き株主の皆様と情報開示をしっかりやって、コミュニケーションを取って、引き続き事業を邁進していきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます、はいえー、本日、グロース市場に新規上場しました、オプロの代表取締役社長、里見和則さんにおいでいただきままししたたどうううもあありりががととごござざいいました。